後でもう一回やるけど もう一回やるけど、なんかめっちゃ暇だからご飯炊いてるんだよね。ご飯炊いてて、炊けるまで、炊けるまでです。髪切ってないよ髪切ってないよ、別に髪切ってないんだけど、髪切ってないよ。また言われちゃうね、これさ、こうやって下から取ればいいんだよ。下から取るといつも通り、髪切ってないよ。聞いてありがとう、マジありがとう、こんばんは。下から取ればまあ、OK。こんばんは。切ってない切ってないんだよね、髪の毛。ちょっとだけって言ってもね、あのご飯炊けたら一回やめて、ご飯食べたらあのまたやるよ。結局2時間半やる生き物だからさ、そろそろやめたいよね、2時間半方式ね、そろそろさやめた方がいいよね。なんかそんなに暇なのかって感じになってくる。ほんとだ、なんか今日顔白いね。髪の毛切ってないんだけどね、髪切ってないんだって。え、ショックがもともとあったんよ、ここはね。ただいつもみんな聞いて、いつもこうやってやってただけだよ。これをなくしてるだけだよ。落ち着いて、切ってないから髪の毛本当に切ってないんだよね。なんでそんなに切ったって言われてるんだろう、なんでだろう。でもなんかここさ、そう、ここさ、こっちだけにしてみたのはそうかも。でもこれはまあいいのか悪いのかって感じ。もともと言いたいよ、これ。もともといたからね、これ、この子は。ユアにこっちのがいいって言われたんだけど、私はちょっとわからんですね。ここ耳にかけてるからかな。え、なんで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 切ってないよ、本当に耳かけてるからこっちは短いよ。でもさ違うよ、切ってない髪の毛切ってないのに切ったって言われる現象ね。耳かけてるよ、こっち。耳が見えないけど耳見えないけど、私の耳はありますよ。ほら、耳があるの、ちゃんと。またありがとう。落ち着いて、みんな。髪の毛は伸びても縮んでもないけど、切ってもないし、変わってない、変わってないよ。ありがとうありがとう、だけど本当に変わってなくてですね、本当に変わってないんだよね。こんばんは。耳はありますよ、見えないだけでね。聞いてください、私。それでは聞いてください、私の最近ハマったドラマ。
新しいの見始めてしまったんですよね。新しいの聞きたい？何か。ハマっちゃったんだよね、新しいドラマに。そう、ちかこさんもご飯作ってる？こんばんは。聞きたい？教えない教えない、教えない。面白いから私だけで見ます。教えない、ごめんね。面白いから教えない教えない、いや教えないな、ごめんね。面白かったからちょっと秘密にするわ。めっちゃハマっちゃった。でもね、ハマるとね、もうね、ずっと見たくなるって言ってたじゃないですか、前から。そのずっと見たくなっちゃうから、夜遅くに寝ることになっちゃうんだよね。で、で後からそ見終わった後に、もっとゆっくり見ればよかったって思うんだよね。結婚して、いやだ、もっとゆっくり見ればいいや、いいか、よかったなって思い始めるのが私の習性です。はい、こんばんは。で、考察系じゃないよ。あ、昔のドラマ、考察系じゃない。ほら、ありがとう。昔だよ、昔。今じゃなくて昔のやつなんだけど、いやー本当にね、面白いよ。言わないけど言わないけど面白いよ。で、ちなみにあのアバターが戻ってる人はどういう方ですかねどういうことですかね。アバターが戻ってるのはどういうことですかね。わからないんですけど、そう、永遠にあるからね、昔のドラマなんて。とか教えないよ、教えないよ。教えたらみんな面白いことに気づいちゃうから、ダメ。でもあの、最大のヒントは、私は U-NEXT の人間ですので、 U-NEXT にあるドラマ。こんばんは。 U-NEXT のやつ、警察系、恋愛系。私は恋愛系は全く見ないので、もちろんそっち系ですね。刑事とか法廷とか医療とか、そっち系ですね。こんばんは。90年代だったら感動するけど、ありえないだろう。画質的にはまあ私が生まれたぐらいって言われて、でもおかしくないぐらいかな。画質的には2000、まあ6から10ぐらいなのかな、わかんない。画質で言ってるだけだからわかんない。17歳です、画質的にはね。そんなあれだよ、当てにしない方がいいけど。こんばんは。こんばんは。めっちゃ面白かった。まだ見てる途中だけど、 2話の3分ぐらいしかまだ見てないけど、後でやるよ。ご飯炊いて、ご飯食べたらやるかなって感じ。地上波が地デジに移行してる
時期やね。え、どういうこと？地上波が地デジに移行してるってどういうこと？待って、全然わかんない。何それ？地上波地デジって何が違うの？なんだろう。地デジって知ってるよ。地デジ知らない。地デジは知ってるけど、なんだろう。普通になん、なんだろうの世界ですね。さ、雨でさ、もうさ、髪がボロボロだよね、今日は。でもまあ仕方ないよね、雨は仕方ない。そういう時もある。結婚して？いやだ。え、なにそれ、なにそれ、なにそれ。あ、地デジはあれ、ネズミ色のテレビ、あれが地デジで、今の黒いテレビが普通にあれ。ブラックペアン、東京 MER、 どっちもね、前見た。どっちも面白いよね。同じ作ってる人なのかな。なんかさ、そう、なんかね、なんだっけ、同じ作ってる人、それってもしや。なんか一人いるんですよ、私がすごいこう面白いって思うドラマ、この人大体作ってるっていうやつがあって、この間気づいてすごいなと思った所存です。こんばんは。あと、わかんないわかんないわかんない。どういうこと？どういうこと？昔はテレビアンテナの VHF と UHF 電波だったんだよ。だって何電波？ちょっと待って。主役は女性ですね。女性です。昔はアナログ白黒かってことかな。白黒か色付きかっていう話なのかな。簡単に言うと違う、それとはまた違うの。ちょ、難しい難しい、文系だから難しいか。文系に逃げた。文系だからって、昔ファミコンをテレビとつなぐのめっちゃ大変だった。ファミコン？スーパーファミコンとはまた違うのかな。え？それはもっと前だって。むずいむずいむずいよ。画面サイズが横長な、なんちゃら地デジかな。全くわからないわ。全くわからない。なんかジェネギャを感じてしまう。皆さんとの全然気を感じてしまって、私悲しいです。こんばんは。オールありがとう。サータンが生まれる遥か彼方。え、違くない？待って待って、はるか彼方ってさ、違くない？ちょっと待って、サータンが生まれる遠い、なんかはるか昔とかの、彼方って未来行くない？わかんない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 けど、こんばんは。なになに、こんばんは。なんかさ、今日さ、なんかさ、こんばんは。こんばんは。だよね。サータン、はるか、かな、かなと言っちゃうよ、それ。
今のこの画面の左右に黒い線ができる。あ、比率？そういうこと。待って、比率の話なのか。あ、なるほどね。結構理解できた、それ黒い線ができるっていうので。確かに私が古いドラマとか見てると黒い線出てきたりしますね、普通に。そういうことか、そういうことか。なるほどね、分かったかも。こんばんは。なるほどね。でもトントンってやるとなんか画面が横長になるじゃないですか。今のさ、サブスクとかってさ、結構トントンってやるとさ、ユネクストだけなのかな、いやアマプラもそうなんだけどさ、トントンってやるとさアップになるじゃん。でも昔のドラマ見るときはさ、トントンってやって全体で見れるようにしてるよ。結構前髪が気になるお年頃ですわ。そうそうそう、トントンってやるやつね、やるやつです。え、トントンってトントンってやるんですよ。なんかさ、前髪がさ、湿気でさ、なんかよろしくないかも。よろしくなさげ、なさげって感じ。トントンって映りが悪くなったテレビを叩いたら映りが良くなる、何やちゃんの知恵的な話かと思った。なんか知ってるそれ、トントンってやると。なんか、なんか知ってる知ってる、なんかそれ知ってる私。それなんで知ってんだろう、なんで知ってんだろう、なんで知ってんだろう。あるよね、なんか知ってますそれ。どこで知ったんだろう。トントンするとトントン警察が来るよ。どういうこと？どういうこと？こんばんは。なんで知ってんだろうね。なんで知ってるのかがわからないですね。どうもありがとう。こんばんは。こんばんは。どうもありがとうございます。だから。触覚はもともとあったんだってみんなもっとサラのことよく見て。いやでもちばらこちゃんもドラえもんあんま見てないから、なんかで知ったのかなって感じだね。私ミキサーが本当に欲しい。ミキサー買おう。ミキサー欲しい。え、買おう。ちょっと待って、どっかに書いとかないと忘れちゃうんだよね。ミキサー買おう。ミキサー買いたい。あ、そうそうそう、耳にかけてるだけなんだよね。この長いのはそういつでも出せるの、ほら。ちょっと耳かけたからあれだけど、長いのはいつでも出せる。これをなくすこともできるよう、できるようチャンネルなんですよ。ほら、お水ありがとう。はい、着替えてください。そう、バナナジュース作れるよね。バナナミルク、私の愛してやまないバナナミルクですね。
でもなんか最近のミキサーいろいろあるらしいですよ。こんばんは。なんか刃も違うければなんか素材も違ければって感じらしいですよ。こんばんは。違うらしくらしくて迷っちゃいますよね。こんばんは。いやミキサーチャンネルもいいよね。ミキサーチャンネルしちゃってもいいよねって感じ。ミキサーチャンネルね。こんばんは。どうもありがとう。サタンの今日の晩ご飯は何？お肉ですね。お肉にします。牛肉焼きます。牛肉焼くチャンネル、焼きチャンネル。やっぱさ、そう店舗に行って買った方がいいの？なんかさ結局さ全部ネットで買っちゃうんですよ私。ネットで買っちゃうけどさ見た方がいいの？でもまあなんか見聞きされないからさ、別に行ってもさネットで見てもさ結局はなんか家買ってさ家で見聞きされないとさなんかどう見聞きさってくれるのかわからないからさ一緒か。こんばんは。なんか見切り具合が大事じゃんやっぱり。なんかめちゃくちゃ見切れなんかこういうのないかな。めちゃくちゃ見切るモードと微妙になんか残してくれるモード。選択できるやつないかな。なんかさ。私が前使ってたミキサーはこうなんていうのスイッチ入れて好きな時に別に止めてって感じだったんだけどさ、それじゃあんま分かんないじゃん。こんばんは。もしありがとう。そうなの。オブジェ化していくの。キャンサラもオブジェ化させちゃうのかな。いずれそうなるのかな。ご飯炊けたらやめますね。パン食べながらでも家行っちゃいいんだけど。こんばんは。誰か食べた？スタバのスタバチャンネル食べた？スタバのカレーチャンネル食べた？誰か食べた人いる？私の助言に従って食べた人いる？いる？いない？いないか。さすがにこんなすぐ食べに行く人いないか。この分かってほしいんだけどね。まあ食べてないよね。まあそういう分かりますよ。全然その分かってますよ。
そのでもね、そんなね、そんな食べてくれる人いないと分かってますよ。そう、石グマフィローネ。てか意外とさ、食べたことある人すらもさ、あんまいないんだよね。なんでだろうね。やっぱプラントなんちゃらだからかな、プラントベースだからかな、みんなあんまさ、そんななんか気にしてる人じゃないと食べないのかな。え、普通になんかフランスパンみたいなのに、フランスパンみたいなやつにキーマカレー入ってる、キーマカレーとチーズが入ってるんですけど、なんか全部多分植物性由来のでできてて、なんかねって言われるとさ、あんまさ、なんかさ、普通のキーマカレー食べたいとか思うと思うんだけど、私はあれはキーマカレーです。普通のあれはキーマカレー、言われなかったら普通の美味しいキーマカレーなんですよ。てかキーマカレーよりキーマカレーの美味しさだった。多分ね、そう、大豆ミート使ってるんだろうけど、全然わからない。キーマカレーです、あれは。普通のキーマカレーです。はい。キーマカレーのやつです。めちゃくちゃ美味しいです。普通になんか、美味しいです。普通に美味しいから食べてほしい。本当？本当？あれだ、にじゃないよでさ、フィローネ出てきたらさ、さらめっちゃ語れる。まあでも米だってと同じ量をまあスタバに求めてはいけないけど、なんか小腹が空いた時に誰か食べてみてください。510円とかかな、だった気がする。めちゃ美味しいよ。でなんか前日食べ過ぎてなんか不健康な感じがするっていう日に食べてみたらいいかもね。罪悪感なく食べれる。こんばんは。え、私は普通に7分目で終わるぐらいだったよ。なんか最近ね、なんかお腹をいっぱいに食べるっていうのあんま考えなくなってきて、その普通にご飯食べたっていう事実が大事で、なんかわかるかな、なんかお腹いっぱい食べたいってあんま思わないんですよ私最近。なんかお腹いっぱいになるまで食べるってより、なんかよしこれでお昼ご飯終了みたいな、お昼ご飯食べた終わりって感じなんですよ。そのお昼ご飯食べなきゃ、食べる終わりみたいな感じなんだよね最近。誰かわかるかな。こんばんは。お医者さんに8分目にしてくださいって言われたなら、もうそれはしないとダメです。それはダメです。してください。我慢で、なんかね、我慢とかじゃないんだよね最近。なんか普通になんかね、わかんない、なんでだろう、義務感。あ、そうかも、なんか食事に対して義務感で食べてる気がする。
なんだろう、なんだろうね、この感じ。前まではお腹空いたから食べるだったんだけど、今は夜ご飯作らなきゃ食べなきゃみたいな感じなの。なんだろうね、これは。お腹が空いたらじゃなくて時間で食べ、それだ。意識的に胃落ち、いや全然そういうのじゃなくて、全然なんか制限してるとかじゃないんですよ。普通にこれが今日のお昼ご飯食べる終わりって感じなの。筋トレ増やしたり食べ物を減らしたりアスリート化してる。減らしてるつもりはないんだよね、なんだろうね。でも筋トレ増やしてる。こんばんは。自分で作ると作っただけで食べた時、わかるよ。なんか作ったらお腹いっぱいだよね、もうなんだろうね。こんばんは。男子の発想みたい。あ、ほんと？なんだろうね。いや別になんかこう、食大事だよ。食が大事だから食べるんだよ。お昼食べなきゃ、食べた終わり、今日のお昼はこれ、なんか今日のお昼はもうこれを食べる、食べた、食べたということがお腹いっぱいって思うのかもしれない。 なんだろうね。テレビで世界のマック特集してんの？待って、見たいんだけど。何それ、見たいんだけど。ちょっと待って、見たいけど配信してるから。そうなの。だからおすすめはやっぱご飯を食べる時間を決めること。まあお仕事とかでまあそんなね食べれないよとかもあると思うんですよ。私も公演の時とかはね、食べれないし、お仕事とかでさ変わると思うんだけど、変えると、あか時間を決めるといいよね。こうずっと聞いてると話し方も変わる。いや、ありがとうこんばんは。食べること自体が目的になったか。あ、そうなのかもしれない、そうなのかもしれないや。お菓子は、お菓子は、お菓子は食べるよえお菓子食べるよ。お菓子はなんだろうね、お菓子はなんだろうねお菓子ってなんだろうね深、お菓子ってなんだろう、深いわ。あ、そうそうそう、だからそうだね、練習の時とか公演の前もお菓子食べるかも。ご飯じゃなくてお菓子食べてるかもしれないな。おかしいね、お菓子だけにってことでしょそれ。体を動かしたなら塩分取らないでしょ、ね、私は糖分で生きてますね、体を動かしたと。お菓子は楽しみ、ご飯はルーティーンなんで。うわ、めっちゃわかりやすい、それ。それだ。それだ、チャンネル。こんばんは。でもなんか私、今日気づいたんですけど、なんかやっぱ、なんか私結構計画性あるタイプなのかもしれないと思った。な、一応 ESTP の P って、計画性があんまない、なんか順応性の方なんですよ P って。で J がね計画性あるタイプなの。
私もともと ESTJ だったのなんだけど、いつか知ら、いつかわからないけど ESTP になりまして、なんか計画性ない人間になってたんだけど、最近また計画性出てきた。これを、今日はこれをやろう、明日はこれをやろう、今日これできなかったから代わりにこれをやろうみたいな、全部計画してできるようになってきた。いいことだよね、人間として。人間として、携帯ありがとう。うん、性格って本当に変わると思う。なんかこのこれからも性格変わっていくんだろうなって思うと、なんか面白いですね、人間って。で、そう、最近なんか計画性、環境もある多分ね。多分そうだと思う。 SKE のことならって感じるのかもしれない。ダンスとかそういうさ、振り付けとかに関しては計画的にできるのかも。私は計画的にできなかったのは夏休みの課題なので大抵できなかった。こんばんは。あと何分でご飯炊けるかな。結構ご飯の匂いしてきた。こんばんは、こんばんはチャンネル。炊飯器のスイッチ入れ忘れてるし。ありません、それは。匂いでわかります、匂い。無理だよね、なんかさ、しかもさ、夏休みの課題とかさ、テストの課題ってさ、なんか計画表みたいに作らされませんでした？私結構作らされたんですよ。みんなが作らされるやつなんだけど、何日に何々ワークを何ページ進めてみたいな計画表を書かされるんですよ、夏休みに入る前に。学校でなんか 1,2 時間取ってさ、そんないいじゃんね、 1,2 時間取ってさ計画表を作らせるぐらいなら 1,2 時間課題進めさせた方がいいと思うんだけど、やらされてて、でもそれ通りにやれたこと一度もない、一度もないよ。普通に2時間とかやらされたからね、その計画表に。でもなんかさ、計画表やってるとさ、本当にさ、この時間は何なんだろう、なんか理想を書いてるだけであって、早く課題進めさせてよと思ってたけど、みんなやってたのかな。あった、宿題最初から始めないタイプの。いや、私は、まあ、1日目は頑張るけど、もうそっからはやらなくて、で、まあ、3日前ぐらいになってやり始めるタイプですね。で、なんか3日前ぐらいからやり始め、あ、1週間前くらいからやり始めて、その夏休みが終わる1日前には終わらせるっていうのが私の私の夏休みの課題の方法で、なんか1週間前から焦り出すんですよ。でも前日に徹夜とかしないんです、ちゃんと前日までには終わらせるの。そこはもう必ず徹底してた。前日までに終わらせないとなんかね、なんか嫌だからね。わっ、あった、どれだけ勉強したかみたいなもう書いたね。あんなのだってさ、最終日にさ適当になんかそれ風に書いてただけだもんね。そう、一日の計画表も作らされた。部活の日とか休みの日とか書かされたね。お出かけする日とか、なんか3個ぐらいあったんだけどさ、部活とさ、お、溶けた、部活とさ勉強、あ、部活とオフの日ぐらいしかないのにさ、もう一個作れって言われて、お出かけの日って作ったけどさ、お出かけの日は勉強しないよね。最後の日はそう、休みを存分に
楽しみたいという気持ちですね。あ、そういう人いたかも。初日はそうだね。初日、そうそう、それはあるわ。ということで、一旦ご飯を食べてきます。ご飯食べ終わったらやめます。あ、やります。また。バイバーイ。バイバーイ。ゆみさんありがとう。また後で。